1561年頃のウッドカットマップに見られるタワーヒルタワーヒルはロンドン島の北西部にある小高い丘でシティオブロンドンのすぐ外タワーハムレッツ区に位置する以前はグレートタワーヒルと呼ばれる外境区地区だったこの地区では歴史上スーパーの公開処刑が行われてきたが現在では戦争記念施設タワーヒルメモリアルが位置することで有名である地区には タワーゲートウェイ駅やタワーヒル駅などがある。タワーヒルの名前がついた通りは A3211 の一部で、西側にはバイワードストリートが続いている。また東側にはマイナリーズとの交差点を挟んでタワーヒルテラスが続いている。1685年にタワーヒルで行われたジェームズ・スコットの処刑を描いたポピュラープリントタワーヒルの断頭だや土地タワーヒルは、 ロンドンの中でも最も古い地区の一つで、考古学的証拠から、青銅器時代には定住者がいたことや、その後のブリタンニア時代に、地区がブーディカの反乱により焼き払われたことが分かっている。近くに位置する教会、オールハローズ・バイ・ザ・タワーは、680年まで遡ることのできる断片的なロマネスク建築で知られている。教会自体の混流は675年である。 グレートタワーヒルはロンドン島特別行政区に含まれる外境区地区で行政上はロンドン島に直轄されていた。同時にシティオブ・ロンドンやミドルセックス州の管轄からは外れていた。1855年には地区はメトロポリタンボード・オブ・ワークスの管区の一部に組み込まれた。タワーディストリクトは続いてホワイトチャペルディストリクトに組み込まれ、 ホワイトチャペルディストリクトボードオブワークスの管轄下に置かれた。この管轄以降には曖昧な部分が残り、1869年グレートタワーヒル条例ではタワーヒル地区がグレートタワーヒル内のオールドタワーウィザウトを成すことの明示が求められた。タワーリバティは1894年に廃止され、地区はカウンティオブロンドンに編入された。タワーヒルでは反逆者や 罪人の死刑がたびたび行われていた。処刑された人々には以下の人物が含まれる。ありがとうございます。